踊りと歌をやっぱりやりたいから自分がやっているので、文化というかお客様に見ていただきたいので、古式舞踊ですね。一番やっぱり小さい頃から文化布団館に入って本当にちっちゃい頃から習ってきて、本当にその積み重ねでやっぱり歌や踊りも楽しいですし、踊りに関してもやっぱりただなんか形ができていればいいだけではなく、一歩一歩大事にして踊っててですね、ただボケばいいとかじゃなく、やっぱりいや楽しいなとか、やっぱりいろんな人の声も聞いたりとか、精神的なものも大事にしたいですし、アイヌのことを知ってもらうにはやっぱり歌や踊りやそういうのですね、楽しいなと思って、お客さんも見て楽しくて私たちも楽しいとか、まあ途切れることなく伝えられたらいいなと思いますけどね。祖母の物語があるんだったら、なんとか絵本にできないかなと思って、ちょっとでも祖母と関われたなっていうのがあったんですよね。一つの物語でも最後には、あ、こんなことがあったんだって、なんか感動っていうんですかね、なんか伝えたいなと思うんですよね。